MTV プッシュプレゼンツフューチャーアイコンズ MC のヒコロヒーです。そして一緒に番組の進行をしてくれるのがマナーミュージックジャパン増井です。よろしくお願いします。ヒコロヒーさんは梅雨の時期に入ったんですけど私雨大嫌いなんですけど。あ、そうですか。私もあんまり好きじゃないですね。なんかこの番組収録日が天気が悪いことが多いみたいなことで、はいはい、我々がなんか雨男雨女じゃねえんだみたいな風評を流してるんですけど、こっちからするとスタッフの皆さんがどなたかなんじゃないかと思ってますけど、まあ、ヒコロヒーさん雨女晴れ女とかあります？雨女とか晴れ女とか言いがちな人たちがあんまり好きじゃないですか。わかる、ね、分かる。どうでもいいですもんね。分かる。なんかやたら言いたがる人じゃいるじゃないですか。私は晴れ女なの、俺は雨男やねんとか、ふーんと思いますね。ですよね、うん。さあ、この番組では YouTube や SNS などで話題を集めるアーティストに焦点を当て、新たなアーティストフューチャーアイコンを発掘することを目標にしています。番組では YouTube チャンネルブラックボールとコラボして、次世代を担うアーティストのスタジオライブ映像をいち早くお届けします。インターネットで活躍するアーティストたちを MTV と YouTube 両面からプッシュしていきます。ジャンルにとらわれないいろいろなアーティストが出てきますので、ぜひ楽しみにしてください。それでは始めていきましょう。 MTV プッシュプレゼンツフューチャーアイコンズ。それでは最初のアーティストは、幅広いジャンルの音楽シーンで活動してきたココが集結し、新たなジャンルを確立したロックバンド、アリアさんです。かくれんぼのショート動画が各種 SNS で拡散され、 YouTube でミュージックビデオが6800万再生を突破する大きなバズを起こしました。インパルスがおよそ790万再生を記録、 YouTube での楽曲総再生数が10億回を超え、全世界的に人気を集めています。圧倒的な歌唱力と演奏力、各楽曲に込められたあなたに伝えたいという強い思いで、リスナーの心をつかみ励まし、そして勇気づけるハイブリッドロックバンドです。さあ、そんなアリアさんからの VTR 見てみましょう。どうぞ。どうも、アリアです。アリアです。ボーカルのあやめです。ギターのエンです。ピアノのタクトです。ベリナリナです。ベースのセイヤです。はい、今回アリアが披露させていただくのは、アリアの新曲エモーションという曲です。ありがとうございます。ありがとうございます。どんな曲ですか？一生懸命演奏してるエモーショナルロックです。はい、ということで全力でアリアらしくお届けしますので、どうぞ聴いてください。よろしくお願いします。以上、アリアでした。アリアさん、ありがとうございます。それではアリアさんでエモーションです。どうぞ。みたいだ、積み上げても何も変わらない、それでも信じ続けたくて、強がってついた嘘でもいつか誇れるように、最後には笑ってみせるよ、心から僕を愛せるまで、泣きたい時も笑ってゆくんだ、思い出して揺れるエモーション、錆
なんかこれまでもなんかアニメの主題歌とか言われてたんで、直球ストレートな活動されてるんで、また新曲もそういった意味ではあの直球な楽曲作られてるんだなっていう感じですかね。はいはい、なんかね声も伸びやかで、こう迫力のある感じの楽曲で、そうですね。あとあの YouTube の楽曲総再生数16回っていうのはなかなかすごいですね。すごいですね。続いてのアーティストは添田町から彗星のごとく現れたヒップホップクルーオークレイのメンバーメメントモリさんです。オークレイの楽曲シネマが YouTube でおよそ1590万再生、 Spotify のバイラルチャートで1位を獲得し、一躍シーンの注目株に。ソロとして発表した初シングル Myself も YouTube の総再生数で2000万回を記録しました。ジャンルに縛られず、さまざまなビートに中毒性のあるフローと声自身の経験から生まれる歌詞は多くの若者から共感と支持を得ています。メメントモリさんからの VTR を見てみましょう。どうぞ。福岡を拠点に活動しているオークレイのメメントモリです。自分の特技は耳に残るメロディーをヒップホップとうまく融合させたサウンドを作ることです。自分は日常で起こる不安とかストレスを音楽で消化させているんですけど、ヒコロヒーさんはどんなことをしてストレスを消化させてますか？ストレス、増水さんどうしてますか？自分はもうあの趣味がまずないので、ストレスの解消方法がないので、唯一あるとしたら食べちゃうぐらい。あーご飯ね、確かにそれもあります。私も酒ですね。結局酒と飯ですよね。つまんない大人たち大したことを言わなくて申し訳ないですけれども、さあメメントモリさんの注目ポイント何でしょうか？あのメメントモリさんですね、ラッパーになる前に美容師になるか悩んでたんですって。で意外とその美容師の腕前が高いらしくてですね、はい、未だにあのその知り合い限定でらしいんですけど、たまにサロンにあのビジュアルで立ってるそうです。美容師さんとして、はあ、両方やってらっしゃると、なるほど。ではそんなメメントモリさんの曲聴いていただきましょう。メメントモリさんでマイセルフです。どうぞ。こうビートはヒップホップベースなんですけど、メロディーがしっかりあるので、非常に最近のトレンドなんだなと思うと、メメントモリさんの、楽曲がヒットするのも分かりますし、あともう一個はあの最近福岡からですね、ラッパーの方が結構多くヒット出す方もいるので、昔から福岡って音楽のなんか街みたいなのがありますけど、それがこうジャンル変わってもまた福岡からこういろんな方が出てくるんだなって最近すごく
楽しくなります。いやなんかねファッションもおしゃれでいかにも若者という感じがありつつもでもなんかこう歌詞が、ね、ああいう感じで面白そうなラッパーでございました。さあ続いてのアーティストはスイスと日本の血を持つ若干20歳のフィメールラッパーイフェさんです。実の姉ミアと結成したスピリタスがサウンドクラウドで大きな話題を生み、可愛いはその年のギャルのアゲソングとして大きく拡散されました。その後ソロとして発表したラブミーは打って変わったリアルな歌詞の別れの歌で多くの若い層に共感を生み、こちらもヒット。見た目のルックスの美しさ、そして歌詞のセンスや存在感で同性から支持を受けています。さあイフェさんからの VTR 見てみましょう。どうぞ。こんにちは、福岡出身のイフェです。私の音楽でのアピールポイントは嘘偽りなく私の思いを見つけたリリックです。ヒコロヒーさんに聞きたいことがあって。ほんまにあるかな。今回私が歌う Love Me に愛されたいなら愛してよというリリックがあるのですが、ヒコロヒーさんは追いかける恋愛か追いかけられる恋愛、どっちが多いですか？質問が若いですね追いかける恋愛か追いかけられる恋愛か。恋愛というのはそういうことではありません。人間と人間が日々切磋琢磨し合って人として成長していくものです。出直してきてください。さあということでイフェさんでラブミーです。どうぞ。良くてね、いいですね、うん、いかがでしたか？すごいなと思って、もうこの20歳ぐらいの方がここまでこう思いの丈をこう歌にするわけじゃないですか、うん、考えたことなかったなと思って。あ、いや宇多田ヒカルさんやってね15歳ぐらいで発表されてましたから、うんうん、若い才能ってやっぱすごいんですね。すごいですね、うん、ここでヒコロヒーさんの音楽遍歴お伺いまたさせていただきたいんですけど、はい、今まあ梅雨の時期っていうことでまた雨の話するんですけど、雨の題材って結構昔の曲いっぱいあると思うんですけど、うん、
なんかヒコロヒーさん雨って言われて思い出す曲ってあります？私あのシンギングインザレイン、うん、もうあれ大好きです、うん、でも本当基本的に雨めっちゃ嫌いなんですけど、うん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 、もうそれでもなんかやらなあかんっていう時はそれ聞くようにしてますかね、うんうん、雨っぽくないですよ ね、 なんかね楽しい雨な感じですね。そうそうそう、雨を楽しむ感じが。なんか日本の歌の雨って結構しっとりしてるの多いじゃないですか、まあ、あと失恋の歌とかがねどうしても多くなってる気がしますね。そうですよね、うん、雨の日ってなんかどうしてますか？何してますかね。でも私本当に家から出たくないんですよ、雨が降ってるだけで、うんうんうん、でも友達とかと飯食う約束とかがあると雨の日でも出かけるじゃないですか、うんうん、そうするとすごく重大な予定に感じて、ここまでしてまで会う友達がいるんだって思うので、雨の日に友達と飯食うの結構好きですね。テンション上がります。さあ続いてのアーティストは東京発実体験をもとに制作された歌詞が魅力的な3ピースロックバンド東京君がいない街さんです。下北沢のライブハウスモザイクを中心に活動。バンドの代表曲君のそばが TikTok で拡散され、若い世代を中心に大きなバズを生みました。今までサカナクションや BE:FIRST、 新しい学校のリーダーズなどが選出された TikTok と Spotify が共同でアーティストを応援するプログラムバズトラッカーのマンスリーアーティスト第25弾に選ばれ、今後が大注目のギターロックバンドです。さあ東京君がいない街さんからの VTR 見てみましょう。どうぞ。こんにちは、東京君がいない街です。ギターボーカルの小町明です。ベースの山田です。ドラム秀也です。我々東京君がいない街はギターボーカルの小町明が作詞作曲をしており、リアルで共感性の高い歌詞がアピールポイントです。ここでヒコロヒーさんに質問です。僕らが今回披露する楽曲君のそばは歌い出し A メロが印象的とよく言ってくださるんですけれども、ヒコロヒーさんの聴いた楽曲の中で A メロ歌い出し印象的な楽曲あれば教えてください。なんやろう、でもゆらゆら帝国さんとかやっぱ印象的な、ね、メロディーライン多いですよね、うん、東京君がいない街さんの注目ポイント、増井さん何なんでしょうか？当初ベーシストいらっしゃらないバンドだったんですって。でベーシストどう探そうかなって考えながらライブしてたら、うん、たまたま客席にベース弾けそうな知り合いがいらっしゃったので、ライブ後にあの DM 送ったらそのまま OK って返事来たのが、あのさっきのベースの山田さんだそうです。ベース弾けそうやなと思ってたらほんまに弾けたと。弾けたっていう。はー、ということで、東京君がいない街さんで君のそばです。どうぞ。24時バイト終わり君の最寄りまで会いに行くあるのはチャリと少しの小銭、何もない君の街。会いたいとか言わない君でも誘うとうなついてくれる意味はわからないけど、嫌じゃないそれ犬じゃないなんて知らねえよ。お金も時間も頭の中も私に使うのはもう足りない、そんな暇あるならいい曲作れなんて言い返せないよな。都合がいいとかかっこいいとかかわいいとかいろいろあるけれど、どうでもいいし合わなくていいとはならないならそれでいい、君じゃなくてもいいとか言わなくていいこと君は僕に言わない、好きって言われなくてもいい抱きしめられなくてもいいから君のそばにさせてよ。彼氏とか興味ないからさ、私に構っても何も出てこないよ、そんな暇あるならもっと働けなんて言い返せないよな。今じゃないとか意味がないとか暇じゃないとかいろいろ言うけれど、どうでもいいし会わなくていいとはならないならそれでいい、少しだけでもいい会えるならいいからいつも
の夜つくか教えてくれるだけでもいいって、なんか繋がなくていいから君のそばにさせてよ。はあ、なんか青春バンド、うん、可愛らしいですね。可愛らしい、うんうん、なんか今渋谷でライブよくやられてるっぽいんですけど、うん、最近結構チケットもソールドアウトしてる。いや、そりゃそうでしょう、うん、なかなか見れなくなってきてるみたいですね。続いてのアーティストは東京を拠点に活動し、他のアーティストのプロデュースもこなす今話題沸騰中のシンガーソングライター KEI さんです。バケーションが発表されると TikTok を中心に話題になり、 YouTube でミュージックビデオの再生数が238万再生、 Spotify デイリーバイラルチャートで各国で2位を獲得。その後にリリースした見つけちゃったよのミュージックビデオ再生数が141万再生で立て続けにヒット。令和のこの時代に刺さる歌詞、心地いいトラックを武器に話題のアーティストに客演、トップライナー、サウンドプロデューサーとマルチに活躍しています。では KEI さんからの VTR 見てみましょう。どうぞ。はじめまして、 KEI です。今回歌うバケーションという曲は、令和の恋愛像を描いた、春夏秋冬に聴ける曲となっております。ちなみにヒコロヒーさんは最近どんなバケーションをお過ごしでしょうか。教えてください。どんな、バラ園行きましたよ、うん、バラ咲いてるとこに、足利フラワーパークに行きたかったんですけど、近所のバラ園に行きました。さあ、ということで KEI さんの注目ポイント何でしょうか。KEI さん、海外の方っぽいビジュアルしてたじゃないですか、うん、なんですけど純日本人なんですって、はい、でなんか結構こわもてに見られがちで、なんかいろいろ外で怖い人と勘違いされるらしいんですけど、うん、スタッフさんによく中身がかなりド M だそうです。お、どういうことなんでしょうそれは。なんかよく踏まれたがってるって言ってました。その身体的なド M なんですね。身体的、はあ、なるほど。いいお店ね、だったら紹介したいですね。それでは KEI さんでバケーションです、どうぞ。季節重ねても同じ景色見て、飽きるほど近くにいてキスをしよう。君じゃないと意味がない、かけがえない my life、これって運命なんじゃない、信じられる君となら今日は二人でどこ行こう。たまたま被ったバケーション、おそろで揃えたコンバース、ナイカットで決めてコーデしよう。君が好きな流行りのチューン、歌えるように組んだプレイリスト。春夏秋冬いつでも起こして、君の隣で過ごしてたい。どうして君の目見てるととろけそう、このまま二人でどこまでも行けそう。二人で何しよう、合わせてもらったバケーション、君からもらったキャンドルつけて、たまにはお家デートしよう。君が見たい流行りのドラマ、相変わらずいつもわがまま。春夏秋冬いつでもこうして君の隣で過ごしてたい。どうして君の目見てるととろけそう、このまま二人で繋いでよ。眠る頬に口づけ、君以外何もいらない。いいですね、可愛らしい、ね、見た目のことどうこう言うのあれですけど、こういい意味でギャップがあって可愛らしいですね、うんうん、いかがでしたか。メロディーがものすごいオリジナリティあるし、で歌詞もスタンダードの歌詞歌ってるけど個性があるっていうところで言うと、なんか清水翔太さんっぽいっていうか。あ、なるほど。なんかシンガーソングライターとして、ね、うん、この後一段階上に行かれるんじゃないかなってすごく感じる才能ですね。
続いてのアーティストはハイトーンボイスと過激でユニークな歌詞でリスナーを魅了するラッパーキャンディーさんです。ファーストアルバムキャンデミックがアップルミュージックヒップホップアルバムチャートで1位を獲得。およそ半年後という驚異的なスピードでリリースしたセカンドアルバムロックダウンでも同チャート1位を獲得し快挙を成し遂げました。ソロ活動も活発に行う傍ら客演も数多くこなし、ラナ、ゾットオンザウェイブとの楽曲ターンイットアップのミュージックビデオが1375万再生、ゾットオンザウェイブワイザーとの楽曲底辺が783万再生を記録し多くのヒットを生み出しています。ライブでのパフォーマンスにも定評があり数多くの大型フェスへ出演しています。さあそれではキャンディーさんからの VTR 見てみましょう。どうぞ。キャンディーです。川崎出身のラッパーです。アピールポイントはよく言われるのは特徴的な声と言葉遊びが面白いっていうふうには言われますね。ヒコロヒーさんへの質問は、アンラッキーっていう曲を歌うので、なんかアンラッキーのエピソードだったら教えてください。あ、いいね。海外から帰ってきた時に税関でね、再検査になったんですよ。ほう。疲れてたし、なんかそのもう再検査もなんかこうなぜかわからなかったの。なんでその再検査なんですか。いやちょっと荷物が多いんで、いや多くないんですよ、多くないし、じゃあ荷物多い人みんなやるんですか。いやそういうわけではなく、じゃあ何なんですか。いや、総合的な判断でって言われたんですけどめちゃくちゃルッキズムじゃないですか。総合的な、そんなことあります。絶対わしが怪しかったからやん、わしの顔の感じで決めてるやんと思って、ね、あれだけアンラッキーでしたけれども。さあということでそんなキャンディーさんで聴いていただきましょう。アンラッキーフィート7です。どうぞ。どうして俺ばっかそんな人ばかりだった。金も学もないから考えてる問題何もなかったんだ。これしかなかったんだ。知りたくなる日もあったがそのおかげで今がある。 Unlucky な俺はラッキーかもな。 Unlucky な私はラッキーかもな。あの時はまだ分からなかったが乗り越えてきてよかった。乗り越えてきてよかった。意識飛ぶことぶっ飛ばされた実家の緊張。石飛ばし元を取ったが絶対飛ばしてやるヒット。宝くじじゃなくこれでヒット。運任せじゃ変わらねえ一生。どうすりゃいいんだよチクショー。大志向ウェイヤー寝つきのベンチ雨宿りのワイドサイファーしてたあの日。今時形雨上がり涙を食いてた夢ならもう乾かない。生まれた場所すら何度もランデアファンタシー。でも今では感謝して大嫌いだったこの街。最近帰ってきた達親友に会ってきたガキ家族と仲間を呼んだ雨の中の晴れ舞台。どうして俺ばっかそんな人ばかりだった。金も学もないから抱えてる問題何もなかったんだ。これしかなかったんだ。死にたくなる気もあったがそのおかげで今がある。Unlucky な俺はラッキーかもな。 Unlucky な私はラッキーかもな。あの時はまだ分からなかったが乗り越えてきてよかった。乗り越えてきてよかった。毎月少ない給料日待ちゲームの現実逃避待ってくれ支払いの紙で今日もなけなしのウィードローリー。電話が来てホテルに出荷それでも手取りは10枚か。こんなことしてダメだと気づいた頃に渡されちゃった実家。1年経ってママが飽きかった今を吸ったら良くなるのにな。夢を笑った勉強のおっさんバカにされて喧嘩をしてやめた。Unlucky これで人生の日疲れるのも疲れ当たらない、yeah. サッカーの時よりもゴールまた遊ぶだけで増えていく婚姻。そのワンカットスロット今乗ってるゾットのビート全然足りないもっともう追いつけないワイドスピード。やりたいこと死ぬまで大人になってもバカだ。レッツギアウマで See you again 今月達成来100万や。なんか TikTok とか入りそうな感じのキャッチーなところがいっぱいあって、面白い歌ですね、ひこりさん今回の収録いかがでした。いやいや面白かったですよ。キャンディー君がねなかなかなんかこういい子そうで感じが良かったですね。僕はアンラッキーという曲を歌うので最近あったアンラッキーを教えてくださいって、この振りが非常にやりやすくて助かりましたね。ありがとうキャンディー君。さすがですね。ご紹介したアーティストのスタジオライブ映像は YouTube 音楽チャンネルブラックボードで配信されますので皆さんぜひご覧ください。さあ今後も出てくるアーティストにも期待していきましょう。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。